英語なんか普通日常夫婦で英語で喋ってるからさ。この歌ちょっと訳してみっからさ。今夜はなんて素晴らしい夜なんだろう。みんなお前のこと振り向いてるぜ。みんなには関係ねえことだって。そんな人見たことねえね、まだ。Yeah.
係ねえか、旅はあんまりやんないんだけど、バラの手入れしてたのね、俺。バラの花を手入れしてたっけ、なんかヨレヨレのじじいが入ってきてさ、ズボン下げでおしっこし始まったんだよ、俺の裏で。お前、バラこのじじいこのって、まあ、ちょっとバラをめでる人の言葉では願ったんだけど、言っちゃった。ふざけんなよ、おめえ。ここ人んちだぞ、バンってやっかん。え、すいません、すいません。なんて謝ってるとこさ、学生みんな通ってってさ、絶対俺がいじめてると思うよね、あれね。じじいには何も非の打ちどころがなくて、俺だけが怒ってるように見えちまったんだ、あれ。
みんなっていうか、まあ、気使ってみんなってたけど、民は民あのどうせ吸うのタバコ食べ、ほら葉巻吸ってんだけど、一応よあのそこら辺で買うんでねえんだよ俺、あの香港からか、香港から我々クラスになって、でこうやって香港からインターネットでこう頼むんだけど、これで注文したのかな、注文したのかなって押した数だけ届いちまってさ、まあ一体日本の大富豪だと思われちゃうんだね、あれね。Oh, sorry.
この間その香港のさ浜木屋からメール来て、普通あの福島の大野屋さんで買うと2000円くらいの葉巻が香港だと1000円なのよ。安いから買ってるわけねえんだよ俺は。もうお金なんか気にしねえんだけど、ね、来たから1000円普通1000円なのだけど、特別横山様のためにバーゲンいたしておりますっていうメール切っちまったのよ。なんで500円なの。大野屋で買うと2000円だけど香港で買うと500円。思わず買ったね。山のようにせっけ500円なんだけど関税は定価差かかんの知ってたべ。すごいよ、君たちだったら自殺してるね。
ミニキッチンだけっていうもさ、俺はさ入ってくとこさ、あの自販機アップしたで、自販機の前さ金網アップ5分。この間朝見たっけさ、なんかお金いっぱい落ちてんだよ。みんなそういう時どうする？無視する？無視する。もうほんまね、目が鼻にいんだそっから。いや、ほんあの赤いお金出るんだよ。ピカピカ光ってるやつが何十枚もなんだよ。いやいやいや、で、あの金網こう足でこうやる気になったけど、あくもんでねえのね、あれね。ねえ、でも暗闇でやっても怪しまれっからさ、明るいとこだって人見てるし、どうすんの君たち。これ早朝っすかね、うん、だべ、俺も早朝やってみた。バール持ってって2500円くろちっとんの、計算と届けだけってもね。そう、ビリボール持っちゃやめて。Thank you.
にカリッコとでかくなるぞ。俺のギターだもんね。掃除の時って、じっちゃんのパパ早く来て拾っちまってゴミなんか寝びしたで、わっぺやーんっつって終わる気になったっけ。引っ越したら、引っ越してきたばっかしのやつでさ、新参者が駅の上ゴミの陰からこと花出てきましたっつって、紙袋一つお金めっけてきたんだよこと紙袋ぎっしりだよ。なんかめっけてくんなでって話になってさ、なんだったんだかな。あ、中国のお金なんだけどね。元通のかい。ラストいきます。
仮で願ったら。ありがとう。第2ステージ大鳥圭介とニューブラッドありがとう。第3ステージ100マッチでした。ありがとう。